こんばんは。やばくない？もう9時だよ。ね、早いね。こんばんは。開始しました。SNS やります。やってください。あざとい魔法、あざとおもちゃに使われてるよ。おもちゃ。あざと、なんだろう、あざとグッズに使われてるよ。私グッズ切ってみてた。ね。あざとグッズになってるよ。みんな、ひなちゃんは今ショールーム落ちちゃって辛そう。辛そう。辛そう。なんでだろう。アップデートとかかな。え、どこだし、ありがとう。めっちゃさ、すっきりしじゃない。汗かいてもさ、うん、気にしなくていい。いやそれ、今までで一番美人。どうしようね、今卒業公演これにするか迷う。え、マジで似合う。あ、腕があるわ。本気で似合う、うん、ありがとう。なんかさ、おでこの面積ちょうどよくない？え、ありがとう。なんか狭すぎず、広すぎず。ありがとう、嬉しい。暴力全部映ってる。出さないでよ。喧嘩しないで。大きい声出さないでって言ってるじゃん。もう何も言えない。もう何も言えない。めんどくさいムーブ、めんどくさい女ムーブの、うん、もう一個、うん、これあるある言いそうっていう言葉を見つけたのが、大きい声出さないでっていうのが、あ、ありそう、ありそう、確かにありそう、ありそうって思ってちょっと今言ってみた。よし、あ、いけそう。ああ、アップデートしたらいけた。よかったね。お待たせ、宝塚女優さんがいらっしゃいます。こちらに。すごいね、それさ、崩れなかったの。確かに崩れてないかも。すごい、本当にさ、固まってる。劇団四季だよ。バリバリ、うん、こんぐらい。すごい、劇団四季だよ。劇団四季さん、劇団四季さん、劇団四季、かっこいい。舐めてらっしゃる。ねえ、違う、どっちもリスペクトしてる。ありがとう。そう、なんかさ、今日さ、服装も相まってさ、コンビニの駐車場にたむろってるさ、ヤンキー彼女みたいな。確かに、あの夏祭りの後とかにさ、わかる。しかもヤンキーの彼女の方、うん、うん、ここよさこいやつ、ここのペアがいい。私、嘘。いや、ちょっとさ、服がさ、ちょっとシンプルすぎるかもしれない。私こういうの着てたら、これ多分借りてる。あの、ひのおくんの服借りてる。ひのおくん、だっす。絶対にヤンキーじゃないよ。確かに、そう、ヤンキーじゃないよ、ね。ひのごろ、それは違う。全部違う、全部違うな。いや、今さ、なんか不思議なんだよね、このそのなんかさ、ん、マジで表情全部さ、バレちゃって恥ずかしい。おでこなしの素人。素人。だから今5年半で初めてなの。え、初めて？すごいね。本当にない。よくやったね。でも本当に小学校の卒業式ぶりぐらいおでこなしてた。でも確かにこの人ずっとちゃんと前髪あった。うん、うん、そう。そういえば。ユニットの時。命だって。MV 撮影じゃないや。ジャケ写撮影。髪強い、風強い日の。ジャケ写撮影の時に髪にさ、両面テープ貼ってさ、崩れるからってぐらいさ、前髪をちゃんとさ、命だった。それいつか話そう。命にしてた。 MC もう話してんのよ。結構でもいろんなところで話聞いてるかも。それでもなんかさ、だから夢がこんなにさ抵抗あるからさ、みんなも絶対嫌だろうなって思ったの。いや、夢ぐらい、あ、ミュウか。夢ミュウぐらいじゃない。ミユは前髪が伸びた時だけやってた。そうだよね。ミユはでもイメージあって、たまにやって、そう、イメージあるんだけど、でもみんなもなんとなくイメージあるけど、なんか普通にやりたい髪型とかあるだろうし、なんかファンのこの夢のショールの中でめっちゃ盛り上がったけど、心の内に秘めとこうって思ってたの。うん、そしたら今日ヒノが黒板書いてる時に、イメ、今日おでこ出すんでしょ？って言ってきてくれて。ヒノじゃないよ。え、あれ誰？誰だっけ、マリナさん。マリナさんが、でも割ともめっちゃみんな言ってきてくれて、うん、めっちゃ浸透してくる、浸透してて、そう、ツイッターで流れてくる、流れてきた。ありがとう、みんな。なんか仕様が変わってさ、おすすめツイートでなんか他の子がいいねしたりとか、うん、フォローしてるツアカウントが流れてくるようになったのよ、ツイッターって。わかる。そう、だから流れてくんだよね、うん、だからゆめたの流れてくる。ありがとう。
パフュームさんみたいじゃない？そう、うん、どあのそう確かにわちゃごなの時にすごい思った。あの衣装がね。そうあの衣装白がね。え違う本当はそうセンター分けにしてたのよ。だけど髪前髪がもう出すぎもうもうバッてなっちゃうからもう上げようと思って上げてわちゃごなの衣装着たら。めっちゃパフュームさんじゃんみたいな。もっとセンターっぽいもんね。それ止めたことによって。えそうそうそう。なんか確かに。パフュームさん。で今両方耳かけてみたら本当にパフュームさんみたいな。え今それそのそのえそのさななみとさ赤穂のタイプの前髪上げしてみたい。あそうピョンパフュームさんめっちゃパフュームさんじゃない。どっちさ。あだ。顔隠したらパフュームさん。やばい今ライブ？ライブ上がり。でもねこれもいいよちょうどなんか前髪がなくなりすぎない感じ。うん、うん、そうだね。そういやほんといろいろあるよねデコだし。でいろいろねなんかみんな人それぞれそう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 いろいろやってましたよ。わかる。だってね宝塚さんがやる私サラリーマンって言われた。ねそんなことない。七三分けのね七三っぽいからね。サラリーマンって言われためっちゃ院長。今の小学校の時の前髪これ私、うん、今日こそ逆に前髪めっちゃ止めてた。あのノリで前髪止めてた。止めてた。止めてた。そうね。私これだって2回目ぐらいなんで1回やったことあるんだけどこれマナの生誕の時に1回やった。あギャルだギャル。でももうちょっとこう筋っぽい感じのやったなこれで。筋っぽい感じ。あ、はいはい。そう筋っぽい感じ。なんつったやろ。細かい。タバ缶みたいな。そう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 。でさ、ひなに似てるさ、芸能人の方の話ってしたらダメかな。話し方じゃない。そこまで言うと気になっちゃうと思うけど。なんで？本当に今日話し方がめっちゃ面白かったの。話し方？今日ひなが。センター分けするとその方に似ちゃうんだよね。あそうそうそう。誰かは皆さん検索してください。そうしよう。探してもらう。探してもらう。私に似てる芸能人探す会やるの。不正事で言う。不正事で言う。なんか別にそんなあれだと思うけど。いやそう昔マネージャーさんがひのちゃんってこの方に似てるよねって言われて、そう。で、あそうなんだ。って思ってたんですけど、それが男性のお笑い芸人で、お笑い芸人さんだっけ？タレントさんじゃない？多分そうかな。お笑い芸人さん。まあタレントさん。俳優さんじゃない？え違うの？俳優さん。ではない。マッチタレントさん。そういろいろやれたらいらっしゃるかわかんないんだけど、そうで